オター・バーラスとアバーメルズ・大トラウアーガッチンに描かれた、オーズが、フレイヤーの元を去る場面。オーズは、北欧神話に登場する神である。その名前は、劇場を意味する。オーズは、愛の女神フレイヤーの夫であり、基本的に、彼女の配偶者という立場で名前のみが登場する。例えば、コエッタの死、ミ女コの予言では、フレイヤーが、オーズの妻と呼ばれている。また、ヒュンドラの歌においては、 巨人の女性、ヒュンドラに、いつもオズに浴場して追いかけていたが、その前掛けの、下に、たくさんの男が潜り込んだ、などと、フレイヤーが皮肉られる箇所がある。彼の実際の活躍が語られることはなく、ラグナロクの到来時に、どのような最後を迎えたかも不明である。なお、前日の、ヒュンドラの歌では、ヒュンドラと相対するフレイヤーの傍らには、フレイヤーの愛人だとされる人間の男性、 おったるが、イノシシの姿で登場する。おったると、オーズの名前は似ているが、この詩の中には、おったるとは別にオーズの名前も出てくる。オーズと、フレイヤの二人については、スノッリのエッタでの記述をはじめとする、次のような伝承がある。オーズはしばしば長旅に出たが、ある時はいつまでも帰ってこなかったため、フレイヤは夫を恋しがって、世界中を探した。行く先々では、 多くの別名を名乗ったと言われている。エッタでは、夫と出会えたかは、明記されていない。しかし別の伝承では、オーズが、南の国で、天神花の咲く中に放心状態で座り込んでいるのを、フレイヤーが見つけ、彼女が呼びかけるとオーズは、正気を取り戻した。フレイヤーは、オーズを伴って帰郷したが、二人が一歩ずつ進むにつれて、それまで、 フレイヤの不在によって枯れていた大地に花が咲いていったとされている。スノーリの言ったによると、この田んぼの合間に、フレイヤが流した涙が黄金となって少しずつ大地に染み込んでいったことから、黄金はマルデルの涙と呼ばれることもある。二人の間に生まれた娘フノスはとても美しいため、北欧人は美しい人物をフノスのように美しいと称することも、ある。ユングリング家の佐賀によれば、 もう一人の娘にゲルセミがいるとされ、北欧人は美しいものを、フノスと、ゲルセミの名前で呼んだという。オーズとフレイヤの二人には、出身、王人フリック夫婦と少なくない共通点がある。例えば、オーズと王人、フレイヤとフリックという風に名前が似ていること。オーズと王人が共に旅に出ることが多いこと。また、戦死者は半分が王人のものになるが、 残る半分をその妻フリッグではなく、フレイヤが持っていく。これらのことから、王人とフリッグが、それぞれ王子とフレイヤという名で信仰されていた時期があったか、もしくは、それぞれの若い年代の名前であったと考える、研究者もいる。ありがとうございます。